おはこんばんにちは、リキマルです。今回はジャングルでゲットできるバッチを紹介していきたいと思います。まずは水の上で走れる車を選択、次にテレポートをゲットする、そして丸で囲われた部分でゲージを回復したら川を下っていきましょう。そしてここでゲージを回復したらまた川を進んでいきましょう。ここで再びゲージを回復したら道なりに進んでいきましょう。ここでギリギリのゲージのところでテレポート、さっき来た道を戻って松明を壊しましょう。これで条件が解放されました。無事バッジをゲットできました。はい、ということで、もしこの動画が良ければいいねと高評価を、いいねと高評価一緒だいいねとチャンネル登録をよろしく。